OK， 好，OK， 谢谢大家参与我们的论坛。好，那我们接下来要进行第二场，不好意思，因为为了让讲者畅所欲言，所以时间有稍微 delay。不过相信大家应该都觉得论坛是相当精彩的。好，那我们接下来第二场，我们邀请到日本的游戏设计师木村祥老先生。那他本身其实资历非常的丰富，如果大家稍微去准备一下资料的话，应该知道他有参与过史克威尔很多很有名的游戏的 case。那他本身的游戏呢，其实是非常有创意的游戏类型。好，那在行动游戏上面，像勇者三田君，其实是玩起来是非常有趣的，然后人物的设计还有他的玩法，都有别出心裁的地方。那我们今天邀请他来跟我们做他在开发游戏上的时候的一些心得。好，那我们现在就掌声欢迎他。はいはい、よし。これも俺喋っていいの？喋っていいんだね。こんにちは、私はオニオンゲームスの木村と申します。よろしくお願いします。大家好、他是那个那个オニオンゲームの那个木村先生。ちょっとどうなんだろうな。ちょっと僕を自己紹介するんで。ちょっと説明しますね。僕オニオンゲームスっていう会社はとても小さな会社で、プライベートなカンパニーなんだけども、これまでいろいろゲームをプロトタイプを作って発表したりとか、あとは最近は勇者山田くんっていうゲームを出してます。那总之先稍微简单说明一下，就是 Onion Game 这家公司是什么样的公司。那基本上是一个很小型的公司。那像之前有发行过的，像是《勇者三田君》啊，就是已经是现在已经在发行，然后也之前也有做一些各式各样的小游戏这样。で、僕の会社のホームページをどうぞ。那就是先看一下那个公司的网页。OK、出しました。お、出た。こういう会社のね。那就是这样的公司。これちょっとずつ下にスクロールしてください。那就是稍微往下卷。そう、こういう感じで、この左下にいるあの人が山田君で、真ん中にあるのが今、もうすぐ開発が終わって発表しようと思っているミリオンオニオンホテルっていうゲームの画面です。那稍微介绍一下，左下方这一位呢就是三田君，36岁，然后呢这个就是现在正在开发的叫做ミリオンオニオンホテル，就是现在正在开发中的 title。 で、それでですね、あとあれだな、ちょっとまあ僕がどんなものを作ってるのかわからないと、なんか話のイメージもわかないと思うので、ちょっと、動画とか見ましょう。その下にあります。じゃあ、これ勇者山田くんっていう、ロールプレイングゲームなんですが、これは、世界でも配信していて、日本語では勇者山田くん、海外版はダンディダンジョンって言います。那先从游戏稍微介绍一下，因为可能如果没有说明游戏的话，不知道他是哪一位这样子。那就是稍微说明一下，现在这个图片就是基本上就是勇者三田君，那他在海外叫做那个丹尼丹囧，就是他那个名字是其实是有点不大一样的。ちょっと見てみましょう。那就稍微看一下吧。遅いね、再生が。ダメか。ああ、ちょっとパッとは流れないのかな。残念でした。はいはい、ほい。
めんね、繋がんない。リムさん。まあいいや。オッケーオッケー。いいよいいよ。まあ喋ろうかな。なんだろうな。じゃあちなみにですね、ちょっと皆さん聞きたいんだけども、ここにいるお客さんはゲームを遊んだことがある人ってことでいいのかな？どんなゲームでもいいんだけど、僕のゲームじゃなくてもゲームが好きな人っていうこと？那じゃあゲームが好きな人手挙げて。那董事稍微确认一下，就是说现场有喜欢玩游戏的，稍微举手一下，不管什么游戏都可以，就是反正通。哦，そうでもない人がいっぱい混じってる。对，好きじゃないとここに来ないで。でも10人ぐらいは手挙げてないから嫌いなやつも混じってんだよ。那可是因为有看到大概十个人左右没有举手啊，是不是好像不太喜欢的？まあいいや。じゃあ、この中でさ、ゲーム作ったことある人。那在这里面有谁有做过游戏的？麻烦举一下手，只要有做过游戏就可以了。なるほど、なるほど、なるほど。結構いるね、みんなゲーム作ってるんだ。相当多。そうか。で、僕はゲーム作りっていうのを中学生の時からやってるので、13歳ぐらいからゲーム作ってる。最初は自分でプログラムして。で作ってたんだけど、大人になったら今ゲームディレクターをやってます。那稍微讲一下，其实他做游戏，自己做游戏，其实是从差不多13岁左右就已经开始在自己在做游戏。然后包括现在其实也有做过所谓的 director 啊，就是说现在各式各样的工作都有做这样。哦，多見たい動画ちょっと見とこうか。那稍微看一下影片吧。いいよ。等一下。え？ちょっと遅いなんだけど。ちょっと遅いね。ちょっと確認しますね。まあいいよ。それでね、で、まあ僕が中学生の頃っていうのはパソコンはすごく高くて、で最初にプログラムをしたのは電気屋さんの展示してるパソコンだった。でその展示してるパソコンでベーシックっていうすごいシンプルな言語で、なんだろう。お客さんだから触らせてくれと言って、そこでカッカッって入れて、その場で入力して、その場で実行して、プログラム面白いってなったね。那其实最初有没有在他就是中学那个时候，其实他就是那个时候电脑其实是非常非常贵的。然后那个时候他在操作的时候有没有，基本上他什么时候开始去接触到所谓的就是 programming？ 他其实是跑去人家那种三C有没有，就是人家那种三C那种所谓的电器屋。然后就是他现场有放那个专门就是给人家那种 basic 有没有写那个 basic， 就是那种比较简单的电脑。然后从那个时候他就在现场直接跟人家操作那个，然后试一下就说哦这个不错哦，然后就是从那边开始的。だからまあでその頃はウェブもなくてね、で勉強する方法は本屋さんで本を探すことだと。とにかく。那其实，在他那个时候呢，基本上。也没有所谓的网络啊，所以那时候他是怎么学的呢？就是说，基本上就是，比如说，好那个书店啊，都有一些书，然后就是买那个来看。で、本が高くて買えないので、本屋さんで立ち読みして、プログラムを覚える。那其实基本上，因为那个时候书其实也蛮贵的，所以那个时候他是怎么做？就是在现场给人家就是站着在那边看，然后看就是边看边学这样子。で、まあでも。まあ、実際それでずっとゲームばっかり作ってたわけじゃなくて、その後僕はまあ、イラスト絵を描いたりとか、あと演劇といってですねお芝居をやったりとか、あとストーリーを、まあ、とにかく描くっていうことをやったりとかして、ゲームも作ってるんだけどいろんなことをやってた。那其实他实际上后来在工作，他并不是只有就是单纯的所谓的就是开发程式，他其实像イラ啊，就是那一些画图啊，或者是其他比如说 game designer 啊。他其实各式各样都有做过，包括像什么，就是像那种剧情啊，剧情的表达，对他其实通通都有做过。嗯，で、その後ですね、もうずっとゲームを作っていたかというとそうではない。そしていろんなものやってたんだが、結局、まあなんていうのかな、さっきのさ、アメリカの人の話とか僕は聞いてて、まあすごい感動したんだけども、あれだけなんだろうな、儲かったんだと思って。僕はあんまりああいうサクセスストーリーみたいなやつはね話せないんですよ。那其实因为他之后也没有做过，就是他也没有真的就是
整个都是全部做到游戏。那其实刚刚 他也是在后面听那一位美国的那一位大哥，就是听他演讲，他觉得说哇，可以讲到这样的成功的故事，可是我好像这种故事我也讲不出来啊。いろいろ話してね、訳してんだな。あのね、本当ごめんなさい。だからみんなの役に立てる情報を伝えれるかどうかよくわからない。那就是这边也要说一下，对不起，就是说真的对大家有用的情报，然后就是说真的有用的讯息，不知道哪一些是真的比较有用的。ただまあ一つ言えるのは、まあ僕はずっとこうゲームを作ってるので、まあゲームを作るときにみんなが多分味わうであろう、まああの出来事についてちょっと今日話すことができます。那但是可以有一个可以说，就是因为其实不断的有在开发游戏，所以有关于这次开发游戏之中，然后碰到的一些事情，那这个还是可以稍微分享一下的。でそれは何かというとですね、まああのゲーム作ってる人ここにいっぱいさっきいたよね。でゲーム作ってると、まあ、途中で悩むんですよ。でそれを僕はですね、あの迷いの森と呼んでるんですけども、あの迷いの森に入ったらみんな結構出てこれなくなっちゃう。那其实刚也有请大家举手一下，就是说在现场其实很多都是你知道游戏开发者。那其实大家在开发的时候啊，就是说比如说开发到一半，然后好像就是突然进入森林的迷雾中，然后一进入之后好像就是突然没有办法脱出，就在里面打转这样子。で、あのゲーム作ってる時に迷ったことある人手挙げて。在开发游戏的时候常常有迷惑，就是开发到一半不知道怎么办的，那请稍微举手一下，就是不知道该怎么做。迷うよな。あ、迷う。OK OK。そうそう、友達だからね、俺たちは。就是大家都是朋友。そう。で、この話をまあうまく説明できるかどうかわからないんだけども、本当に迷ってる人ってすごくて、最初シューティングゲーム作ってたのに途中でパズルに変わって最終的にライフシミュレーションに変わってしまうようなことをあのずっと8年間ぐらいかけてやってしまうような人がたまにいるんですよ。那就是其实像其实这种就是开发到一半啊，比如说好，可能最初就是开发 shooting game， 结果做到一半变成 puzzle game， 结果到最后又变成 simulation game， 这种好像也常常都有听说这种例子啊，应该都有碰过。で趣味でね、楽しみで作ってる場合はいいんだけど、まあ楽しく作るのも大事だし、でもやっぱり完成してゲームを売りたいじゃないですか。那其实当然就是如果说单纯只是兴趣开发的话，然后就是说这样子做当然是 OK 的。但是其实大家都有想的是说，那就是最后要到做到完成，然后想要把它推销出去卖出去这样子。だから今日はその迷いの森から迷わないようにする話をちょっとしてみようかなと思います。那所以呢，也是因为这样子，所以今天想要就是讲说，大家进入到就是森林的迷雾之中，要怎么脱出这件事情。で僕がですね、まあ、ゲーム、まあ、ゲームを作る前と作ってる間にすごく意識してる話があって、那其实现在要讲的就是说，其实他对于就是在开发之前跟开发中这两件事情他其实是非常的关注的。というのは、まあ、僕はもう今ディレクターで、僕が作るって言って作り始めてしまうと、まあ、少なくとも 3,4 人がもう仕事に入っちゃうので、作る前にちゃんと考えとかないといけないことと、作った後にすごい意識しないといけないことっていうのは具体的にあります。那因为其实他的角色现在是一个 director， 所以当他说要做，他就会有三四个人就是都要投入了，所以以他的角色来说，他必须要在投入之前就要先做好规划，然后对这件事情他是非常非常重视的。僕がもし迷いの森に入って迷ってしまうと、みんなで迷子になっちゃうので、すごいダメージがあるからまずい。那因为呢，他是一个 director， 所以就是说，假设如果连他也进入森林的迷雾之中的话，那基本上所有的团队都会进入迷雾之中。这个是非常非常重伤的一件事。そう。で、大人はね、ご飯を食べないといけないんで、稼がないといけないので、迷子になったらご飯食べられなくなって家族もろとも死ぬんだよ。那就是因为其实已经是大人了，所以必须要赚钱。那就是身为一个大人呢，那为了要赚钱，所以要做。那如果进入了森林的迷雾之中，那没有办法赚钱的话，家族会饿死。だから迷子にならないようにするために、まあ一、ゲームを作る前に意識していることっていうのと、二、ゲームを作成中に意識していることっていうのがあります。那就是。为了这件事情，所以呢，就是最重要的几件事情，就是第一个，在制作之前
你要意识到你现在已经是在制作之前了，跟制作之中，你要意识到你现在已经是在开发之中了。で、1はコンセプト。那第一个最重要的就是所谓的 concept， 就是所谓的概念。で、ゲームを作る前に僕はそのコンセプトっていうのを書くんですね。で、そのコンセプトを書くっていうのが、なんていうのかな、みんなコンセプトあるじゃん、頭の中に。でもそれだけじゃダメで、ちゃんと何か書類にしたりとか、目に見えた状態で残しておく。那基本上就是开发的时候，其实大家在开发之前都会有一个在脑袋里面会有一个概念。那其实概念就应该要把它写下来，就是说，比如说在纸上啊，就先把它写整个稍微写一下。で、この絵が大事。あとゲーム二番のゲームを制作開始したら意識することっていうのは、ね、まあこれいろいろ方法があるんだけど、最終的に意識することは作ってみなくても分かることと。作ってみないとわからないことを明確にしておく。那有关于就是意识到开发正在进行开发中有没有？其实这件事情要分为两个部分来讲。第一个就是说做了才知道，跟不做也会知道，这两件事情必须要好好的分别出来。で、この作ってみなくてもわかることと作ってみないとわからないことっていうのは、具体的に言うと例えばさ。縦スクロールのシューティングで弾幕シューティング作るとするじゃない。那其实比如说好，就是现在提到，就是说做了才知道跟不做，做了才知道跟不做之前也知道。比如说好，现在举例就是比如说像要做一个弹幕游戏。で、縦に画面がスクロールしてきて敵が襲ってきて弾を撃ってきて、で避けて倒すと、これがなんとなく面白いのはもう経験上分かってることじゃない。那比如说呢，像刚刚提到，就是说弹幕游戏啊，就是说好，现在是一个横向卷轴，比如说横向卷轴、纵向卷轴，然后卷轴卷下来的时候，然后子弹从哪边过来，然后要做闪避，这件事情的乐趣在哪边？其实大家应该会有一个已经有一个 image 在的。でさ、ここら辺からグレーゾーンになるんだけど、そこのゲームに新しいパワーアップ、まあプレイヤーが強くなるシステムを足したいって思ったときに、すごいなんだろうな、普通のパワーアップ、今まで遊んだことがあるようなものだったら当然これ迷わないので分かってることなんだけど、何か新しいことを発明したいと思うじゃない。そうするとそれはやってみないと分からないことに入っちゃうの、突然。那接下来要提到的就是有关于比较灰色地带的区域，因为其实好，比如说接下来就是力量要提升 power up， 然后 power up 这一件事情，它就会有分就说，比如说过往它已经那些例子有过的东西，当然就是大概它的乐趣在哪边会可以知道。但是有时候，比如说好，我要加一些新的点子，那些东西就其实不做做看，其实也不会知道那到底是什么样的状况。で、そのやってみないと分かんないこととやる前から分かってることをはっきりさせる方法は、やっぱりこれもコーディングする前に絶対やっとかないといけないことで、使用書を作るってことなんですよ。那基本上呢，就是说有关于做了才知道跟不做。有关于做的才知道跟不做之前也知道的这一些东西，在你 coding 之前，他觉得应该是要先，已经就要先写成类似一个企划书，就是一个规格书这样的东西了。で、まあなんだろうな。で、この使用書を作った時に、まあ、僕の感触だと、まあ 100% 作る前からとりあえず面白いだろうなと思うもので埋まってるものっていうのは、大体面白くない。那其实他们在这个阶段的时候，比如说好，他觉得说有趣的点子，好，他可能先写下来。但是那些点子实际上他执行之后，他又发觉一件事情，就是说好像都不有趣。实际上在执行的时候都不有趣。本当に。で、でもなんていうのかな、安心感があるんだよね。作る前に使用書を見てみんなが意味わかるんで、それはどっかで見たことがあるものだと、みんながこうへーって言って、あ、作れる作れる。安心感だけあるんだ。但是 就算是这样还是要写。那为什么呢？因为其实写了之后有没有那些东西就是给你的团队看，然后团队看的时候，大家都知道，就是这样的东西啊，可以做，对，大家都会有，大家就会有共鸣感。そうすると何が出来上がってくるかっていうと、何の個性もない普通のなんかこう遊んだことのあるなんかもうへーっていうなんかもうどうでもいいものが出来上がってくるんだよ。那基本上到这个阶段，就是大家至少看到这个东西之后，大家就知道，那至少大概知道是什么样的东西这样。
でそれにあがらがう方法としては結局、まあ、仕様書の中に自分なりに実験的だなと思っても面白いものを込めていかないといけなくて、でこれがいわゆる、まあ、悲しいというか本当に不思議な話なんだけども、まあ、不安要素というかゲーム作るときに不安になることばっかりなんだよね。でもこれがないと、まあ、ゲームが面白くなる可能性っていうのは広がらない。那其实这些东西写了它有带来一些什么作用，就是说因为其实最重要的一点其实它就是觉得就是所谓的安心感，因为其实在开发的时候大家会有各式各样的一些外在要素，所以也会导致你觉得很不安，然后但是至少做了之后他就说这个东西至少有了之后然后可以 让你比较安心这样。迷う、だから何が言いたいかというと、まあ、ゲームを作っていて迷いの森に入って抜け出せなくなって、まあ、のたれ死んでしまうかもしれないけど、迷いの森に入らないと面白いゲームができない。だから迷いの森っていうのは迷うっていうこと自体は悪くはないんだよな。那其实大家开发的时候还是会进入所谓的就是开发的迷雾之中，但是其实你不进入迷雾之中，你其实没有办法做出很好的游戏。所以其实这件事情，进入迷雾之中这件事情，或许本身也不是一个坏事。でも迷うとお金もなくなるし、時間もなくなるし、ご飯食べれなくなるかもしれないし、すごく本当にチーム全体が不安になる。但是其实大家也知道，就是说真的进入迷雾之中之后啊，大家说啊没时间了啊，没钱了啊，没办法吃饭了啦，就是可能这些声音就会出来了。で、まあこの迷うっていうことに対して、まあちょっと考えてみたいんだけど、ゲーム作ってさ迷ってる時、さっきゲーム作って迷った人って手挙げたじゃん。那刚刚不是大家都有就是在开发之中然后迷惑然后进入森林的迷雾之中，就是大家不是刚刚有举手了吗？これちなみに迷った人さどんな時にさゲーム作るの迷う？那这边可能征询一下大家意见，就是大家在开发到什么样的阶段，然后会感觉到很迷惑，就是不知道该怎么继续的？要不要现场问一下？これ意見言える人いる？那就是稍微征求一下意见，这样子，就是说大家开发到哪边会觉得很迷惑，有没有？就是说可能这个东西真的是还没有实装上去，所以他没有办法判断。对，面白くないわけよね。その遊んで面白くないって感じてるっていうその心はすごく大事で、もうまずそのきっかけがないと考えることもしないので、なんとなく作りました終わりみたいになっちゃうので、まずその気づきがあること自体はもう OK なのよ。那其实开发到一半觉得不有趣，然后 有自己有这样的自觉，然后就是说该去怎么修正。那其实在这个阶段，其实有想到这个东西是他觉得是 OK 的。で、そのなんだかかんだか分かんなくなっちゃうっていう状態にそのなった時に、僕はいつもやることがあって、その方法がある一応は。那就是在不知道的时候，其实他在这个时候他自己有其实有一个方法的呀。で、それは。まあ、なんだろうな、こうすごく簡単なことなんだけど、まず迷ってくると、プレッシャーがすごい襲ってくるのよ。いろんなプレッシャーが。そのプレッシャーっていうのは、まあ、さっき言ったようにご飯とかお金とか時間もあるし、あと仲間がせっかく仕事してくれたのになんかもったいないっていう自分の気持ちだったりとか、そういうの全部プレッシャーになって襲ってくるのよ。那其实在这个时候同时会发生一件事情，就是说其实刚刚有讲到，就是说啊没钱啊，然后没饭吃啊，然后可能就是包括 周围你的开发伙伴啊，其实就会开始有各式各样的压力过来。でそんなことをこうなんとか気にしてたら何が面白いのか発見することなんて絶対にできない。那其实你越去在意这种 pressure， 就是越去在意这些压力的话，没有，你越是没有办法发现那些问题。お客さんにとってはその開発者が時間があってもなくてもそれまで作ったものをもったいないと思ってても関係なくて、お客さんと同じ気持ちになってる、そのあ面白くないって感じてるのが一番正解で、面白くないって感じたら面白くないのよ。もう那其实这边就要讲到一件事情，就是说其实不管你花了多少时间，或者是 你发生了什么样的状况，那其实对于 玩你游戏的玩家来说，他只知道说好玩跟不好玩，所以其实你只要跟玩家一样，就是知道说你这个游戏就是不好玩或者是好玩，
在哪边，这样就可以了。そう。それで僕がやることっていうのは本当にシンプルで、使用書を読み直す。那其实这个时候有没有他做的事情就非常简单，就是其实就是把之前那个规格书再拿起来看。で何かというと、そこにはこれは当然面白いものだって最初から分かってたことと、やってみないと分からなかったことが書かれているので、それを順番に正しい、よし面白いって感じてないっていうのを一個ずつ確認していく。那其实这个时候为什么要拿出规格书，就是因为其实最初在写的时候你觉得这个东西是有趣的，然后就开始把那些 idea 开始过滤，就是说啊这个有趣，这个有趣，这个有趣，啊这个可能不有趣，就是一条一条一条逐条确认。そう、ここでいきなり人の意見を聞かない。自分が良しと思った使用書を見る。那其实在这个阶段里面啊，先不要去询问意见，而是自己 先判断看看。そう。で、それでもわからない場合に、あのやっぱりそのプロトタイプ版というか途中の制作版を、開発者じゃない誰かに遊んでもらう。那其实到如果到这个阶段还是有一些东西没有办法判断的情况下，那你可以找比如说不是开发者的玩家，然后给他玩玩看。作ってる人でも客観的な意見を言う人はいるんだけど、やっぱり開発中盤でそこに悩んでしまうと、結構みんながみんなもうあのこうやってこうどこ向いていいか分かんないみたいになってる時があるので、そういう時はもう全くあのゲームが好きな人で、あの意見を正しく言える人に厳しい意見ね、真面目にこう嘘つかない正直なこと言ってもらう人探して遊んでもらう。那其实在这个时候比如说找那些玩家的话，他其实在讲的他其实讲的东西，因为其实你开发团队里面，如果你去互相问开发伙伴的话，他可能因为他们大家都在迷雾之中，所以最好的方法就是说可能就是给其他人玩，然后玩了之后他就会给你一个比较好的意见这样。でそれでも答えが、まあ、見つからない場合がある。でそうしたら僕はどこまで遡るかというと、あの使用書のもっと前、あのコンセプトを僕が書くって言ってたじゃないですか。そのコンセプトのシートまで遡る。那其实如果在这个阶段如果说就是询问意见还是没有办法解决你的疑惑的话，那其实他会回到 更源头之前，就是从在写概念这个阶段就是开始在做检证。そこにはそのゲームを作り始める前に自分が、あこうなったら面白いな、コンセプト作るときにこの部分を人に伝えたらゲームを遊ぶ前から面白いって感じてくれるなっていう要素がいっぱい書かれてるんですね。那其实这个时候有没有其实要检证的东西，就是说啊这个东西如果做了然后可以给玩家体验到这个觉得是好玩的，那就是要把这些点子再一次的做确认。でそれのですね、まあ、勇者山田君の場合も途中で困ったりとかして悩んだりとかしてコンセプトシートに戻ることがあったんだけども、そのコンセプトシートみたいなものをですねちょっと今日見てみます。那其实像勇者三田君的开发有没有，他也曾经有发生过这样的状况，就是说真的是开发到最后结果因为询问不到意见，所以又回到那个概念的阶段。那些概念的阶段大家想要看吗？そう、有没有想要看？見るね。これちなみに人に見せたことない。顺便讲一下。すげえ恥ずかしい。现在这个东西有没有？就是这样不好意思，但是这个东西其实还没有给人家看过。チームの中でもこの書類を見てるのは3人ぐらいしかいない。那这个东西其实在他们开发团队也只有三个人有看过。じゃあちょっとここにピッと出して。さっきのあの PDF。PDF。うん。そう、これじゃあちょっと説明するけど。那稍微说明一下。これさーって下までスクロールして。はい。うん。これが何かというとですね、A4 の1枚の紙なんですね。まあ、印刷するとあのペラッと全部書いてあるんです。そこにいろんなことが。那其实这个东西呢，基本上就是 A4 纸张一张而已。で、僕のあのあそのマウスを。Oh, OK、うん。はい。僕の、まあ、このコンセプト、僕のコンセプトシートの、まあ、特徴っていうのがあるんですが、ストーリーと、ターゲットと販売プラットフォーム。まず。那就是这边稍微提一下有关于它的那个概念的一些就是规格的格式。那其实一定会有几个，就是说第一个就是故事，
然后目标，然后跟你的贩卖的，比如说像是 iOS 这样子。そう。で、ストーリーっていうのはまあ物語じゃないんだよな。なんかそのゲームを遊ぶ前の人が読んだらなんか気になるようなこと、このゲームにとっての気になることが書いてある。本当にそのシナリオとかそういう意味じゃなくて、どんなものっていうのが分かるようにしたいだけ。那其实这边讲到的故事，其实不是真正的就是所谓的剧情。其实这边的故事就是所谓的，就是说，哎，人家看了他觉得说这个部分其实会引人注意，就是觉得说，哎，这个看了就觉得会很有趣。其实是只有这样的东西而已。で、このゲームの場合、この人、この裸のですね、パンツを着たおじさんがですね、机に向かってゲームを作っているっていうシーンがすごく重要で。那其实这边就有提到一个比较重要，就是说，这其实也包含在 story 里面，就是说有一个裸体，然后穿内裤的大叔，然后呢，他就坐在电脑桌前面，正在那边写程式。この人がインディーゲームを作る開発者なんだけども、仕事をサボって毎日家でゲームを作ってるんですね。那就是他的背景，就是说基本上这个人呢，因为基本上就是从工作就是从工作也不干了，然后就是在家里面，然后自己一个人在那边做开发。そう。で、その人が作ったゲームがこのゲームで、なんかどっかで昔見たことがあるようなレトロゲームの画面に似てるんですけども。そういうのをこのおじさんが作っていると。那这边要讲就是说啊，这个大叔开发了什么样的游戏？就是很复古风的一个游戏，就是像这样子的一个迷宫。然后这个迷宫其实就是那个大叔所做出来的。で、大体このもう一回上から言うと、ストーリー、ターゲット、販売プラットフォーム、それでこのゲームの場合はキャラクターっていうのがまあすごく重要で、この要素に対して。ちゃんと今作ってる途中のゲームは入ってるかどうかっていうのを見ていく。那就是其实刚有提到几个要素，就是说像 story， 然后 target， 然后还有一个就是平台。那接下来就提到这边就是所谓的角色。那基本上就是确认，就是说这个制作是不是真的有如这样子一个想象。そう、それでそれを見ていくときに順番に確かにストーリーはちゃんと。なんだろう、大手ソーシャルゲーム会社に勤務していたエンジニアが昼間は仕事をサボって昼間も夜も仕事をサボって自主制作でゲームを作っているとちゃんと表現されている。那其实接下来就是要做一次确认，就是说好，先从 story 开始。那其实第一行就是写，就是说他其实是从一间大公司，就是在专门在做 social game 的。然后其实他是一个 engineer， 但是他就是不干了，然后在家里面做。那这件事情是不是有表现出来？他就是说这件事情现在是有表现出来的。そう。で、最低限ドラクエとかファイナルファンタジーは知ってる人が面白いと思うようなギャグが入ってるかどうか。那接下来呢，就是确认一件事情，就是说，这个就是他其实是有个吐槽的槽点，就是说他最低至少要知道，就是说，比如说《勇者斗恶龙》跟《Final Fantasy》这样子知道这个槽点，那这个有没有做出来？それもちゃんと入ってた。那这个其实也有时装进去的。で、じゃあいいじゃないかとなるわけだが、ずっと見ていってここにゲームイメージっていうのがあるんです。那其实刚刚的几个点其实确认过，好像都有时装了。那可是往下卷之后，它下面有一个游戏的一个image在。で、ここには僕がこのゲームはこうなるべきとか、このキャラクターはこういう人だからこう面白いみたいなことが箇条書きになっている。那其实，在下面它还有写，就是说，那就是它会有列一些 image， 然后就是 image 就是应该是要长这样子，所以才会有趣。で、この中で。ああなんかいまいちそうなってないなっていうのはここだね。ですね。このおじさんが作ってるゲームが遊んでみると意外と面白いって書いてあるんですよ。意外と面白いって書いてある。那其实就是有关于就是在下面那个 game image， 它其实一条一条确认了，然后就是说它其实在里面有写到一件事情，就是说它。那个大叔，然后呢做的一个游戏，然后就是说，跟他预想的不一样，其实还蛮好玩的。那这一件事情，他其实没有表现出来。で、その後にここにですね、一筆書き、あれ、ちょっと消えた。一筆書き
よっと。お、お出ない。ここに書いてあるのが、あ、書いてある。あれ、うん、一筆書き RPG が完成しますと書いてあってですね、この時に、一筆書き RPG が完成しますの中に僕の言葉のイメージとしてはここまであったんだな。例えばこう一筆書きするじゃない。で、こっちのルートから行ったら、弓矢で撃たれるけど、こっちのルートから行ったら弓矢で撃たれないとか、まあそのまあ、これちょっと弓矢いないか、こっちのルートから行くとスライム3匹戦わないといけないんだけど、こっちのルートから行くとスライムと、最初1匹戦った後ポーション手に入ってスライム戦ってみたいな、その一筆書きをやる時の戦略とか順番があるっていうのがこのゲームのコンセプトだったのね。那基本上呢，就是包，就其实像这一款游戏来说，它就是其实这边有几个好几个史莱姆，然后就是说，好，它有一些地方是墙壁有挡住，然后应该要怎么走，它应该怎么攻略。那其实这个部分，这个部分其实在最初的概念里面是有写出来的。で、一筆書きも面白かったし、一筆書きした後にそのスライムとか倒しに行くこの勇者の山田君を見るのも面白かったんですよ。那其实就是 他要做的一件事情，就是说，那就是他这边有几个史莱姆，然后就是说他那个是用就是用那种笔触的那种感觉，然后在前进，然后要打倒这件事情，他觉得是有趣的。で、想像してた通りに動いてるんで面白いかなと思いきや、ここに実は欠点があって、もうちょっとゲームとしては面白くならないといけなかったんだけど。この世界の構造として山田っていうおじさんがこのゲームを作ってるっていう、まあ、世界観みたいなのが面白いんだけど、このゲームのところをもっとよく考えないといけないっていう結論に至るんだな。那其实这边会其实发觉到有一个缺陷存在，就是说，那其实他这边有两个，一个是他在开发，然后一个是实际上游戏。那其实说这个部分他有一些他觉得说不更有趣一点，其实是不太行的。今ゲーム全体の中からこのダンジョンの話だけに今狭まったの。那其实现在接下来就是有关于就是ダンジョン这一块，那就是这一块要怎么办的问题。で、それだったらこれを遊んでみてもらう人っていうのは RPG が好きな人とかバトルが好きな人とかに遊んでもらおうと思って、ちょっとその僕の友達で重要人物に何人か遊んでもらうんだな。そしたら意見がすごい出てきて。那在这个时候呢，他其实就是有关于当卷这一块，他就是去找他一些比较重要的朋友，然后特别是喜欢 RPG 的，然后给他玩。那其实玩完之后，他就发觉一件事情，就是其实这个部分有爆出了很多的意见出来。すごいもう共通して言えるのが、なんだろう、パズルを解くのは面白いけど、バトルとしてはカタルシスがないって言われたの。那其实就是在意见里面呢，他就有讲到一件事情，就是说，其实，在那个puzzle就是解谜要素，在这边的部分其实是还不错，但是问题是就是在战斗的部分就好像还蛮普通的这样。で、これは結構まあ危機的な迷いの森のスタートで、カタルシスがないって言われた時にカタルシス作るのってすごい大変なのよ。那其实这个时候就是要做这边的修正，然后这边的修正其实是非常非常辛苦的。で、まあまずカタルシスがないって言ってるその人の気持ちって、カタルシスってどういう意味で使ってるのかが気になるじゃん。那其实接下来就是其中，因为其实最后提到就是那个カタルシス。那カタルシス究竟是什么意思？他就是说，这边其实会非常在意。で、話していると、そのダンジョンの中でこうルートを通って、なんだろうな、その頑張っていってる自分が、ちょっとこれエッチな話になるんだけど、エッチな話をちょっとだけしますけども、ちょっとずつ盛り上がっていくじゃない、恋人と。那其实这边就会稍微提到一点，有一点色的话题，就是说，好，比如说像在跟恋人在一起，那总是会有一点点变高潮的吧？ゴールにたどり着くまでに、例えばだよ、最初は手をつなぐでしょ？那就是其实比如说好跟恋人在一起嘛，那最初一定会就是牵手嘛。で、一緒にデート行ってる間にドキドキしてくるじゃない。那其实就好，比如说好跟女朋友出去约会啊，那那个时候不是会有心跳的感觉吗？で、次なんかもう本当勇気を持ってお祭り行きませんかみたいな告白してみたりするじゃない。那其实，在最后的时候，就是你会鼓起勇气，然后就是真正的去跟他讲说，哎，我们一起去逛啊。
でお祭りのこのさあの夜のさちょっと光があの明かりが照ってるところを2人でさ人混みの中歩いていくじゃない。どっちょっと其实现在提到就是说他比如说好约了然后出去比如说参加祭典啊然后两个人牵手他们就是在灯光之下然后两个人在那边走来走去。我说さ男のさハートのパラメーターってその時にダダダダダって上がってくるのよ。其实像在这个时候啊以男生来说啊就是说他在心里面会有一个parameter 就是一个参数，你知道，它会渐渐不断上升的。この気持ち分かるよね。那这个感觉，大家知道吧？いやいや、本当笑い事じゃない。ゲームってこれなのよ。那其实真的就是像做游戏，其实也是这样子啊。で、それで最後その女の子にこう自分の力がぐーって溜まった時に、もう告白して。那当然就是要提升所谓的好感度嘛，然后就不断提升，然后到最后拥抱在一起这样。でもこれが人間の本能で、うわーって溜まってきて、うわーってこうなる。これをゲームの中で表現してないから、まあバトルのカタルシスがないって言われてるんだよねっていう話に気づくわけだな。那其实就是有提到，就是说有关于就是诶，比如说这个其实是一个人的本性，就是说不断的累积，然后到最后就是达到一个最巅峰、最高潮这样子。其实，在战斗里面也是需要这样的要素的。で、こっから迷いの森スタート。那从这边开始呢，基本上就是森林的迷雾开始了。あのチームのみんなにちょっとバトルが面白くないから、カタルシスがないから、あの作業するのやめて考えようって止めたの。那其实在这个时候呢，就是大家就开始在讨论了，就是说好，那先把开发先终止，然后大家开始在讨论究竟这个战斗那个哪边的步调有问题，然后哪边有。で、カタルシスが出るためにアイデアを募集して10個ぐらいかな、いろいろこれやってみた方がいい、あれやってみた方がいいっていうのを使用書じゃないんだけど箇条書きにしていろいろアイデアを募集したの。那其实在这个时候呢，就是每一个人大概写了大概十个点子，然后一个一个写出来，然后就说啊，这个可能有趣啊，这个可能不有趣，就是大家一起讨论。これ一番最初にこのカタルシスの問題を言ってきた僕の友達のゲーム会社の社長にね聞いた、それもアイデアにして入れた。那其实在这一个阶段呢，他其实有找一些就是他朋友也是就是其实是游戏公司的社长，然后他其实也帮我们写的。彼が言うにはだな、途中に星が落ちてて、その星を取れば取るほどエネルギーが溜まってきて、であのすごい強い攻撃を打てるようにしてくれっていうアイデアだった。那其实那个时候呢，社长就提出了一个意见，就是说好，比如说中途会累积星星数啊，然后那个星星数累积越多的时候，然后就会有一个突然有一个很强的攻击下来这样子。でもカタルシスのことを言い始めた人が言うアイデアだから、さぞかし面白いのかと思って作ってみたら、もうつまらなかったのよ。但是呢，其实最初提出那个意见的人，那要麻烦他写出来，结果他写出来的意见反而是很无聊的。そう、あの問題定義できる人が面白いこと言うとは限らない。那其实这个时候就会发现一件事情，就是说能定义问题的跟能提出解答的，其实不见得是同一个人。で、その後もう何をやっても面白くなかったんだけど、一個だけあのアイテムの使用時間というか、アイテムを使えるようになるのに、そのターン数を数えることにして、この一筆書きの迷路を一歩ずつ進んだりとか攻撃するっていうのを全部ターンで数えていって、それがたまったらこう愛のリビドーが発動するようにやろうっていう話になったんだ。那其实这个时候还有另外一个点子也被讲，就是说其实有关于使用道具啊，因为它是一个回合制的，所以就是说它在使用道具完之后，然后就是不断的会累积回合，然后那个在回合数里面到最后可能到某一个高潮，它就会发动一个什么东西出来。この答えが結局あのダンディダンジョン山田君にはいい答えだったんだけど、やっぱりそのこのアイデアをなんだろう思いつくのに。どれぐらいリスクがあったかっていうと、あとアイデア思いつかなかった時にどれぐらいリスクがあったかっていうと、そのシステムを入れずに、まあ、ゲームを出してたらみんなが面白いってこう言ってくれなかったと思う。でもこのシステムを入れてやっぱりあのアイテムのターンの話とかをちゃんとやることによって、まあ、いろんなゲームのなんていうか一筆書きとバトルの面白さとかがちゃんとできてきたのね。那其实以勇者三田勋的状况来说，就是最后当然就是加的所谓的就是道具的一些回合制。那其实在这个部分加下去，最后结果来看是好的。但是其实在那一件事情要做的时候，其实他会面临几个问题，就是说他当然是有时间的风险啊，到底要想多久啊？
这些其实就会有风险。但是其实 这些 东西 他如果真的没有做下去的话，到最后其实也不会引起讨论。でこれを作るときに作り直さないといけないところとか、あと時間もね1週間ぐらい多分考えてるだけです。時間が過ぎちゃったんだよね。どうしていいか分かんなくて。那其实当时的状况就是说，其实单只有这个思考，其实就已经花了大概一周的时间，就是其实 也是想的时间是有点超过了。でもあのこの1週間のまあなんだ悩んだ時間っていうのはゲームに非常に意味があって。迷ってよかったと思う。那其实在这种其实这种伤脑筋的时间，其实他是觉得说这个时间是很重要的。那其实说就是那有去烦恼这些其实是好的。でこの話の中で、まあ、すごく重要な要素があって、まずこの考えたり悩んだりする時間に対して焦ったりするじゃん。はい。で焦らない方がいい。あの忘れた方がいい。時間とお金のことは忘れた方がいい。一回。那当然就是在这之间呢，其实你会面临到几个问题，就是说好时间的压力啊，然后一些各个各样的压力。那其实在思考这个的时候，请先忘掉它，先不要去，先不要着急。これなんで忘れた方がいいかっていうと、本当に遊んでる人にとっては本当にその面白さと時間とお金の話は関係がないんだよね。那就是为什么要忘掉这些？其实讲白了就是说，对于一个玩家来说，他你烦恼多少，或者是你开发的状况怎么样，其实跟他们是没有关系的。であともう一個はこのゲームをその遊んでもらってなんか面白くないな、つまらないなと言い始めた人がこの、 あの今バトルのところを遊んでもらうときにいたわけだけども、その人のなんだろうな、正直につまらないっていう、あのこのゲームクソだなっていうセリフに対していつも開発者は耳を傾けていないといけない、無視しちゃいけない。那其实当然就是 给人家试玩的时候，其实 大家 有可能说、啊、就觉得说不好玩啊，这不好，这个其实不好的。那其实对于一个开发者来说，你不能去 回避这些事情，要好好的去倾听。でゲームをその作ってる時に大事なことっていっぱいあるんだよ。例えばプログラムがゲームを動かしてるんだから大事じゃない。でサウンドにあのグラフィック全部大事なんだけど、やっぱりそのなんだろう、僕が今いつも大事だなと思うのは、まあ、プレイヤーの結果的にプレイヤーの心の動きがどうなのか、お客さんがどう感じてるのかっていうゴールにたどり着かないものはどんなに作業をしてても何時間かけてても全部意味がない。だからいつも大事なのはお客さんの気持ち。那其实当然啦，就是开发的过程里面，其实有很多事情其实都蛮重要的，但是其实有一点其实是说他会觉得很在意的，就是说基本上比如说好你 玩家玩了之后，他是到底是什么样的心理活动，这件事情其实是非常重要的。假设没有去关注这件事情的话，你花的时间可能到最后都是没有用的。でゲームを作ってる人は実はゲームのプレイヤーなので、実は全員そこのお客さんの気持ちに対しては自信があるんですよ。那其实在开发的 这些开发者之中，其实他们通常本身也会有一些对于玩家还有自己的想法，所以其实他本身也是一个玩家，然后他会对游戏有自己的想法。でも面白いことにゲームを作ってる人が一旦迷いの森に入るとその自信が消滅して、どうしていいか分からなくなることがよくある。但是其实呢，因为其实一个开发者来说，没有，其实你的身为一个玩家的自信，当你进入了那个森林的迷雾之中，就是你在开发的进入迷雾之中，就会产生一个问题，就是说其实你对于那个游戏到底好玩不好玩的那个 自信心就是整个会全部消灭掉。でこの迷いの森を越えるための、まあ、唯一と言っていいほどの一番重要なものは何かっていうと、まあ、コンセプトシートとか仕様とかも言ったけど、なんだろう、とにかく最初にそのゲームつまらないって目の前で言ってくれる親切な友達、これがすごい大事。那其实也会碰到，就是刚刚讲的，就是说大家会没有自知性这个问题。那其实刚刚也有提到，就是说回到最初的概念也是很重要一件事情。那其实还有一个很重要，就是说有一个朋友，然后会跟你说啊，这个游戏很无聊。对，这样的朋友其实是很重要的。本当大事。那真的很重要，真的很重要，真的很重要。自分のちょっと想像してもらいたいんだけど、自分の周りにいるゲームを遊んで感想を言ってくれる人の中に
その中に何種類かいろんな人がいるんです。要は遠慮して、あいいねっていいねボタン押すみたいな感じでいいねっていう人。那其实你知道，就是说在玩的这一群人里面，你知道，你会有各式各样的朋友。那其实就有一类他会比较在意你的心情，比如说好，他就玩一玩的，哦不错不错啊，就好像什么你知道，就像那脸书上面直接按赞这样子。悪口言いたくないでしょ、みんな友達に。悪口とかさ、お前嫌いとか言いたくないじゃん。那其实因为大家是朋友啊，当然他不可能就是。有可能就是他不会跟你讲白的，就是说那种东西就是觉得说不好玩，他可能不会讲白，因为就是会破坏友情呐、啊。こういう人いっぱいいるのよ。那这种人是很多的。あとこれ、何でもつまらないっていう人、何見てももうつまんないよ、もうなんかさ、なんかスターウォーズとか見に行こうぜって言って、もうなんかもう全然話を聞いてくれないレベルの何もつまんない人。但是有一种另外一种极端，就是说做什么都觉得很无聊。就比如说，好，找他去看《星际大战》啊，就是说，这个好无聊啊。で、そういう人たちを全部どけて、自分の周りの中に、あ、この人は紳士的に、もしくは乱暴に、でも正直に意見を言うなっていう人が、多分自分の周りに、まあそうだな、僕の場合は人生においては2、3人しかいないんですよ。那其实排除掉这一些，那有一些就是会。剩下留下来就是他会真正的就是很真诚的跟你讲这个到底是什么样状况的。那其实以木村先生的例子来说，他的周围其实也只有两三个人是这样子。遠慮なくこういう友達がもし目の前に現れたら、この友達はすごい大事にした方がいい。これはお金に換えられなくて、もうなんだろう、ゲーム作るのには絶対重要なのに。那这样的朋友呢？其实你最好要好好的把握。这种朋友是金钱换不来的，而且在游戏开发里面，这是非常重要的一环。で、その次にそのつまらないって言ってくれた人の意見に対して、自分もリラックスして、なんだろう、バカにされたとか思わずに、ああ、確かにつまらないっていう、つまらないっていう意見に対して共感するっていう気持ちがすごく大事で、この自分側の自分も正直に。確かにそうだなって思う気持ちがすごい大事なの。那其实碰到这样的状况，就是你也不用太紧张，就是放轻松。然后就是说，当你碰到这样的意见，就是说，你看他讲的东西，就是他讲的不好玩的地方，是不是你也这么觉得？那如果有共感的话，就是有共鸣的话，那就是可以做修正这样子。で、まあ何が言いたいかっていうと、まあこれはまるでね、なんかアンデルセンかなんかの童話みたいな話になりますが。この迷いの森という不思議な森を乗り越えるのは正直者だけなんです。那其实呢，其实讲白了，到最后就是说，那要穿越这个所谓的迷惑之身，就是说这种开发的迷雾之中，那只有一个解决的方法，就是要老实。なので皆さんゲームを作るときはもう超正直に生きてください。那就是现在回到就是说，那其实大家在开发的时候，最重要的一件事情就是要老实。よろしくお願いします。那请多指教。以上でございます。那就是以上。こんなんでいい？那这样好吗？これで終わりの時間なんだけど、山田君のビデオとですね、山田君のビデオじゃなくてですね、最後にですね、ごめん、山田君のビデオ、あ、OK？ いい？じゃあちょっと山田君ダンディダンジョンのビデオを見せますので。这边稍微放一下那个山田君的那个就是影片，那个圈一圈。まあよかったらこれ検索してダウンロードしてください。で、あれ出る？あ、出た？オニオンゲームス。はい。那就是如果大家有兴趣的话，可以去下载看看。後には引けない。
これ今あの Android と iPhone であのストアに並んでいるので、あのダンディダンジョンか勇者山田君で検索してあのぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。就是请大家可以就是因为现在有在 Android 跟 iOS 上面有发发行，那就大家可以下载玩玩看。そしてですね、あの願わくば私 の, あの次に、これはオニオンゲームズから初めてこうあのパブリッシュするですね、ミリオンオニオンホテルっていうゲーム、これちょっとこう一瞬画面だけ、少し説明しますけども、インディケードで、発表されたりとかビットサミットで発表された、私の、独自な、なんだろうな、パズルと、パズル&ポエムのゲームなんですけども、これがですね、この秋ぐらい目指して今発売しようと思って準備しておりますので、皆さん乞うご期待でよろしくお願いします。那就是现在其实有在 Indiecade， 然后还有 Bitsummit， 已经都有稍微有发表过。那这款游戏预计在就是秋季左右，就是可能是可以发行的。然后就是说，请大家多多指教，这样。はい、以上でございます。那就是以上。はい、Thank you very much。那。时间关系，我们大概先一个问题，如果还有问题就两个。好，不晓得大家有没有什么疑问？喂，喂喂，好，那个就是我想问一下，像就是。木村翔兰这么专业，然后在游戏里面经验又这么丰富的大人物啊，就是他在挑选员工的时候，什么样的人才是他一定要的？然后什么样的，就是 对，这对我真的蛮重要的，嘿。然后还有就是有什么元素啦，就是会让这位大人物一定要，跟哪一种人会让他一定不要用的？なんかね、木村様みたいなすごい偉い。偉いというか、もうすごい経験がある人で、例えばそのスタッフがどういったスタッフが求めてますかっていう感じの話があ、どういったスタッフを求めているか、いやスタッフはいつも求めていて、なんだろうな、どういうスタッフ、僕のアイデアが好きな人。就是其实他一直有在找他自己的一些伙伴跟 staff 啊，他其实有在找，但是真的要找什么样的伙伴，他其实说只要喜欢我的游戏就可以了。他俩呢，努力したくて、木村さんのスタッフになりたいっていう。お、本当？本当に？具体的に言うと、やっぱりプログラムができるで、やっぱりそのなんだろう、ゲームってなんていうのかな、ゲームって何って聞かれたらプログラムなので、一番僕がいつも求めてるのはゲームを作るのが好きなプログラマー、これがすごい大事。那其实以他现在就是讲的说，他觉得是像比如说在开发城市里面，开发里面就是开发游戏里面，他觉得城市是蛮重要，所以说喜欢游戏的城市是非常，他觉得是非常非常重要的一环。OK， 好，大家努力下。頑張ってください。那请加油。等一下可以直接去书店挑书了，回去马上开始打扣。そろそろ本屋で本を買ってきて。啊，还有没有其他的没有问题？好。哦，所进来的哦。不好意思，我想要请问一下，如果就是今天一款游戏，它一开始的发想跟你最后的成品就是差非常非常多的话，那你觉得这是一个合格的游戏设计者吗？那第二个问题是，如果像我们在验证 prototype 的时候，我们觉得这款 prototype 的就是内容是不有趣的，跟我们一开始想的差非常非常多。那这个时候的木村先生会建议说把游戏砍掉重来，还是说针对那个 prototype 去做修正？我先翻第一个吧。ですね、ゲーム開発についてなんですけど、例えばですね、最初に作ったゲームが、要するに最初に発想したそのコンセプトが
最後の完成品が全く違うという状況が発生したら、うん、そのゲーム開発、要するにゲームクリエイターとしてそれが合格と言えるでしょうかっていう。まずコンセプトの段階で、まあ、人に伝えて面白いって感じないものは作り始めちゃダメ。すごい厳しい。このコンセプトの段階で判断するっていうのは、まあ、すごい大変なんだけど絶対的に大事で、ゲームもできてない段階から人ってこのゲーム遊んでみたいかどうか判断するじゃん。だからダンディダンジョンの場合は本当にこうそこら辺を説明しやすくやっぱりコンセプトの段階でしてて、でそういうコンセプトっていうのをまず大事にしないといけなくて、でコンセプトと違うものになっちゃう、で面白くなっちゃう、面白かった場合ね、コンセプト通り言ってなくて面白くないのはもうダメ。でもコンセプト通り言ってなくて、まあ面白かった、はい、もしかしたらいいのかもしれないけど、僕はなんだろう、趣味だったらいいけど仕事として他の人とあのパブリッシャーさんとかとお話ししてしてる場合はまあダメだよね。那其实就是会有分几个状况，比如说好，就是最初开发的嘛。那最初开发就是说到最后成品嘛。那其实就会分几个状况，比如说好，最初开发的那个东西，比如说好在最初的那个企划书阶段，那个东西其实到后面验证的时候就是不有趣，就是会有分几个状况，就是说有趣的东西变不有趣，或者是不有趣的东西变有趣。那但是其实真的要讲的话，就是说不有趣的东西变有趣，其实这件事情如果说。当然，如果说你自己是做兴趣的话，那或许还好。但是这种东西，假设如果碰到，比如说发行商的话，那可能就会有问题。でもさ、もうさ、好きにすればいいよ、別に。だってゲーム作るの遊びだから、基本的には面白いことやってんだから、もう約束とか大人の事情とかあるけども、そういうのも無視でいいや。もう好きに作って。那其实讲白了，就是说，那其实做游戏讲白就是有趣啊。你到最后有趣的话，其实那种大人的理由，就干脆把它排除掉了。就是反正你只要觉得有趣，这个才是最重要的。对，所以其实就这样就 OK 了。那第二个问题，我一个，哎，莫名狗，莫名狗。まあ昨日も他にも話したと思いますけど、あのプロトタイプの段階で、そのプロトタイプがもし面白くない。っていう状況が発生したら、それで直接やり直ししたほうがいいですか、それともそのままで修正しますかっていう。それは時と場合によるけど、あのそれを判断するのが僕のさっき言ってた仕様書を見るとかコンセプトシートに、巻き戻ってみて確認していくってことで、この確認していく作業っていうのを、まあ、みんなやらずにもし本能のまま感想で脊髄反射で、あ面白い面白くないみたいな話とかじゃなくて、ゆっくり冷静に分析したほうがいいと思うんだよね。それは那其实有关于这个部分，其实还是要回到就是所谓的概念书或企划书，就是说真的是要分析一下，就是说这个东西到底是在企划书的阶段到底是有趣还是不有趣，就是其实还是要做一下分析，那可能会因为状况就是而做调整这样子。OK。前のあの人がさっきから手を挙げてる。那就是前面还有一位，就是刚刚有举手，对 ，OK。那就我们最后一个问题。因为就是游戏这种东西，因为对我来讲很重要，从小就是自己一个人的时候会玩游戏。但是想要问就是讲者，就是像以前最早的，比如说可能红白机这种，或是像街机这种，可能是面对面一起打。那可能后来到电脑单机的时候自己打，那后来变成网络游戏的时候，就是变成就是大家都在电脑面前透过网络打。那现在变成手游，就是大家。游戏的本质都不变，但是我的感觉是，人跟人的就是在游戏的过程中，就是玩家跟玩家的关系产生变化。那我就觉得，身为一个游戏制作者，怎么去看这件事情？ですね、ちょっと複雑な問題なんですけど、彼にとってゲームはすごい大事なんですけど、例えばですね、昔からのレトロ、要するにスーパーミゲームから、これからアーケードとか。それからのネットゲームとかコンソールゲーム、今はモバイルゲームになってて、その間にかなりその要素が変わってくるんでしょう。で、その要素に対して、なんていうかな、人のとのつながりもちょっとずつ変わってくるんじゃないかなと思いまして、で、クリエイターとしてこういう
ああ、そういうそのゲームのプラットフォームの変化に関して、あとは人のつながりが変わってくるとか、そうだな。僕が今読んでる本があって、あのサピエンス全史っていう、まあ、ホモサピエンスのことを説明している本があるんだけども、でこれを読んで僕が今こうなんか感じてることっていうのがあって、まあ、すごく大事な話で、人間っていうのはもう縄文時代からあんまり変わってないんだなっていう。那其实 他最近也有在看一些 有些相关的书啊。那其实 他真的要讲的话，其实人从以前到现在其实是没有什么变化的。それはアーケードゲームとモバイルゲームはすごく違うように思うかもしれないけど、やっぱりなんだろうな、その架空のなんか世界を遊ぶっていう出来事自体がもうそれは人間の特性で同じことなんだよね別に。那其实不管是比如说像以前的街机啊，或者是到现在所谓的 mobile game， 那其实讲白就是说它是一个在沉浸在一个不同的世界，那其实这件事情还是一样的。だから僕は遊びを考えるっていう意味では、どんなにマシンが変わっても、どんなに環境が変わっても、僕は多分アイデアを出し続けられるような気がする。那其实对他来说呢，就是说他其实 就算平台或者机器再怎么换怎么样，他还是就是机。他觉得他也是可以继续出一些不错的点子这样子。こんな感じ。那就是大概就是这样。好，谢谢。OK。好。OK。谢谢。再次掌声，谢谢木村先生。はい、ありがとうございました。谢谢。相信大家在最后看到他的游戏画面中有啊，原来刚刚前面都是在森林里面呢、啊，哦，就非常符合题词。前面是很多人听不懂，因为一开始没有放到影片，好抱歉。那但是我相信你看到影片之后，我觉得木村先生讲的是蛮有哲理的。如果你有亲身体验过开发的话，好，那等一下我们就会进入休息时间。下午的我们休息到1:20，那下午的场次是1:20开始。我们有邀请到返校的共同创办人哦，那个小光哦来到我们现场，好、哦，再跟大家分享。然后还有病制作的制作人。哈利波蔡先生、哦、也会来这边跟大家进行分享。好，那应该有餐券、哦、麻烦大家可以到外面用餐。然后等一下用餐时间呢，我们会有一个，大家应该有兴趣到日本工作嘛、哦、那我们会有一个海外实习的计划会在那边公布，大家可以留意一下。费事的，把费事的在外面用就好。